はい。大阪でフリーフォトグラファーしてます。永田健一郎です。いやー、昨日、ついに発表されましたね。EOS R、キヤノンのフルサイズミラーレスの発表が行われました。ツイッターでもね、僕発表会見ながら、リアルタイムでいろいろ、おー、こんなんとか更新させてもらったんですけども、まあ、ちょっと一夜明けて、スペックをね、ちょっとざーっと、じっくり見てみたんで、感想なんかを少しお話しさせていただきたいと思います。で、最初にお断りしとくのは、僕はもうキヤノンのカメラを自分のお金で買ったことは今のところないです。お仕事でね、使ったりっていうことはもちろんあるんですけども、プライベートのカメラとか、自分用のカメラとしては今までずっとニコンを使っていました。そういうニコンユーザーが見た、キヤノンの発表会っていう感想だと思っていただきたいと思います。で、まずは、まあ、かなり、やばいっていう表現でいいのかな。いいカメラ出してきましたね。価格的にも20万円台。20万円であのスペックができるんだったら、すごいなっていう感じです。この辺にスペックシートでも出しましょうか。軽くね。すごいいいカメラを出してきたなっていう印象です。で、発売前に、ニュースライブとして、いろいろ予想とかさせていただいたんですけども、まあ、ほぼスペックシートそのままリークしたのがそのまま出てきた感じですね。で、その時以外の情報として、いや、さすがキヤノンだなっていうのが何点かありました。まず、電源オフしたら、センサーの前がシャッと閉まるみたいですね。どう閉まるかわかんないですけど、ブロックされるらしいです。で、ミラーレスってやっぱりセンサーが剥き出しっていうのは、もう、常々みんな怖いねって言ってて、ゴミが入りやすいシステムになってると。レフカメラだったら、こうね、こう、前にミラーがあったりするので、直接ゴミが当たることはないんですけども、ミラーレスはやっぱりもう、センサー剥き出しになってる分、それが怖いなっていうふうに言われてたんだけど、電源オフの時にはそこが閉まると。つまりレンズ交換するときにはあまりゴミの心配をしなくても大丈夫だよっていうのは、これはやばい。これなんか特許取ってたりするんですかね？特許取ってないんだったら早く、ソニーさんも、ニコンさんも早くつけてほしいです。これはすごいいいと思います。で、その他気になったのが、瞳オートフォーカスがついてますよっていうのが、大々的にポンと出てましたね。で、みんなわーってなってるんだけど、どう？これ。ちょっと僕疑ってるところがあって、実際 EOS M。この、別のミラーレスですね。ちっちゃいミラーレス。でも瞳オートがついてるんですよ。オートフォーカス。ただ、コンティニュアスに対応してないんですよね。ニコンでいうコンティニュアス。キヤノンだったら何ていうんだったかな。つまり、追従しない。半押しピピってやった時にだけ瞳に来る。ソニーの α7-3 シリーズはコンティニュアスに対応してるんで、例えばね、こう、めっちゃ被写回頻度が浅いカメラで撮って、瞳オートフォーカスで撮ってコンティニュアスにしてると、こう動いても追従してくるんですよ。ガガガガガガガってこうピントが。その被写体に合わせて。これがやっぱり瞳オートフォーカスの真のパワーだと思うんですね。つまりこう、被写界浅い時にこうやって少しこう半押しの時からこうずれてもしっかり目にピントが合ってるっていうのが瞳オートフォーカスの最大の利点だと思うんですけども、ひょっとしたら今のところ何の情報もないんですけども、コンティニュアスじゃなくて半押しした時に目を感知してそこにピントを合わせる。ピピッ。っていう可能性はあります。ここはちょっと情報をもう少しね、深く追っていかないとわかんないんですけども、うん。ちなみにね、ニコンも顔認識ついてるじゃないですか。
顔認識って基本的には前の目にピントが来るようにはなってるんですよ。顔を認識して目をピントの、目のところにピントが来るようになってます。なので、名前は瞳オートフォーカス。まあ瞳に行きますよってなってるんですけども、ひょっとしたらですよ、ニコンとそんなに性能的には変わらないのかなっていう気もしてます。ちょっとそこまだわかんないですけどね。ただまあコンティニュアスでできるという情報は今のところ僕発見できてなかったので、ひょっとしたら EOS M シリーズと一緒なのかもしれないっていうのはあります。で、次にやりやがったなっていうのがやっぱバリアングル。ついに、世界初フルサイズミラーレスでバリアングルのマシンが登場っていうことになります。これだけでもね、もう世界中で何百万人って買うんじゃないですかね。YouTuber、特に。自撮りする人には。まあ、もちろん自撮りだけじゃなくていろいろ撮影スタイルとしても使うことができるので、バリアングルはいいねって感じです。ただ、せっかくバリアングルを載せたのに動画の性能がちょっと弱い。4K 撮ると1.7倍クロップされます。つまり、4K 撮ろうとしたら APS-C のカメラみたいになっちゃうってことなんですね。で、クロップされるってどういうことかっていうと、まあ、例えば50ミリのカメラをつけても1.7倍のアップされてしまうわけなので、50ミリの1.7倍なんで、まあ、75ミリ相当の画角になってしまいます。これどういうことかというと、広角レンズをつけても、こう自撮りしようとしたら結構ね、アップになっちゃうので、ちょっと難しいんですよね。自撮りするときに。あんまり距離出せないじゃないですか、こう持つとき。バリアングルで、ここで撮ろうとしてるのに、アップになっちゃうんで、まあ、僕とかだったらね、もう40代おっさんの顔がアップになってしまうので、ちょっと辛い。視聴者の皆様に申し訳ない感じの、ドアップ、おっさんアップになっちゃうので、クロップされるのちょっと辛いっすね。せっかくのバリアングルが、もったいない。超もったいない。やっぱこの動画の1.7倍クロップっていうのがね、このセンサーの画素数を見たときにちょっと気になってはいたんですよ。センサーの画素数が3030万画素。中途半端。あまり見たことない数字。まあ、ちょうど、4K と 8K の間みたいな感じになるのかな？つまり、全画素読み出ししたら、間引き分が難しいんですよね。中途半端なんで。これが4000万画素だったら、半分に削ったら 4K になるので、いけるんですけども、3000万画素とかだったら、間引けないんですよね。多分うまく。どう頑張っても。割り切れないんで。なので、多分クロップした方が、画質は良くなるっていうのはわかるんです。わかるんです。わかるんですけど、クロップしたらやっぱ画角が変わっちゃうので、3000万画素なんでっていう気はしますね。これだったら2400万画素で 4K クロップなしでいけますよの方がポジティブだったような気はします。そこはちょっと残念。もったいない。で、まあ、やはりというか仕方ないんですかね。メディアのカードスロットが一つ。そして SD カード対応。まあ、SD カード対応っていうのは嬉しい部分もあるんですが、正直 SD カードのシングルだったら仕事ではちょっと使えないですね。SD カードはね、消えたことが何回かあるし、友達でもこうね、カメラから出すときにパチンって、冬場とか静電気パチンって言ったら、あ、消えた、消えてた、みたいなことがあるので、実際にあるので、シングルだと、SD のシングルだと、ちょっと仕事では使えない。ですね。
まあでもこれ、ニコンがシングルスロットだったから、そこまでネガティブな感じを受けないっていうのは、うまいなっていう気がします。逆にね、キヤノンがさっき発表してたら、シングルスロットっていうのはもっと叩かれてたと思うんですけど、ネットとかの情報を見ても、シングルであることに対して、そこまで盛り上がってない感じですね。うん。で、4K も、30fps 以下、60p は乗りませんでした。この辺はまあニコンと同じです。ね、動画がちょっとしょぼいねっていうのがもったいないですよね。せっかくのバリアングル。で、手ブレ補正はボディには入ってない。正確に言うと電子手ブレ補正のみ。レンズの手ブレ補正と合わせた時に最大の効果が出ますよというふうに言ってて、単体でね、手ブレ補正が入ってないので、自撮りにはちょっと辛いかなって感じですかね。もったいない。非常にもったいない。と思いました。で、あとは、まあ、価格が20万円ということもあり、エントリーモデルに近いのかなという気がしてます。そのためかボタンが少ないですね。他の機種と比べて。ハードウェアボタンがすごい少ない。ちょっと気になる点です。まあ20万円の入門機なら仕方ないのかなという気はします。ジョイスティックもないです。で、ジョイスティックがない代わりにオートフォーカスを、この液晶ファインダー、カメラのところか。オートフォーカスは液晶のファインダーで操作するらしいですね。こう覗きながら、液晶のファインダーを、こう、携帯の画面みたいにドラッグしながら操作するみたいです。これってソニーの α7 III にもあるのかな？僕が使ってる、この今撮ってる RX100 Mark VI、ソニーのサイバーショット RX Mark VI には、その機能が入ってます。液晶パネルをドラッグして、フォーカス位置をね、ピピピピピってこう、ジョイスティックよりもまあ、軽快に動かすのかなと思ったら、こいつの RX100 Mark VI のそのシステムはかなり使いづらいです。追従性がすごく悪くて、なんか思ったところになかなかカーソルが移動できないっていうのがあります。ただまあ、キヤノンのタッチパネルかなりいいので、今までのものも。そこはまあ心配なくオートフォーカスができるのかな、慣れたらいいのかなっていう気はしてます。ちょっとここは実際触ってみないとわかんないですね。バリアングル液晶なんでね、そのバリアングルの兼ね合いもあって、なんか新たな撮影方法になってくるのかなっていう気はしてます。もう一個カメラの上の方に、この辺、ちょっとこの辺、ちょっとこの辺ですかね、に、なんだろう、これハードウェアボタンじゃないのかな？横長のボタンがついてます。で、ここをタップする、左をタップする、右をタップする、またはスライドすると、みたいなことに書いてあるので、クリック感のないボタンなのかもしれないです、ひょっとしたら。そこでいろんな操作ができるようになるらしいです。カスタマイズ性っていう意味においては、このレンズにあるコントロールリングと合わせて、すごいいろんなカスタムができそうなので、操作性っていうにはすごい面白いのかなと思ってます。ただタップって書いてあるのは多分クリック感がない。で、クリック感がないっていうのは案外ストレスなんですよね。多分皆さんスマホ触ってて思われてると思うんですけども、クリック感ないからわざわざ iPhone とかさ、こうちょっと振動させてクリック感をわざと出してるみたいなとこあるじゃないですか。そんな感じでね、クリック感がないっていうのが、いや、ないかどうかはもうまだわかんないですけど、なかったら、こう覗きながら操作するときに、警戒感とかはどうなのかなっていう気はしてますね。プって、いや、想像ですけど、タップってね、難しい気がする。ボタンだったら指添えててグッと押したらボタンなんですけど、タップってこう、一回離さなダメでしょ？タップするために。
どうかなっていう気はします。でも多分コントロールの肝のところなので、結構いいチューニングはきっとされてるんだろうなっていう気はしてますけども、ちょっとそこはね、触ってみたいな。もしそのオートフォーカスのセレクトと、ここのスライ、何バーっていうのかな、そのバーの操作が軽快だったら、ちょっと新しい撮影体験になるんじゃないかなっていう気はしてますね。で、リングにある、レンズにあるコントロールリングと合わせるとね、すごい面白い気がします。あとは、まあ、バッテリーの話、バッテリーグリップも、すぐに出るのかなっていうことを言ってはります。ニコンはちょっと今開発中ってことで、後々出しますよっていうふうに言ってるんですけども、EOSR の方はバッテリーグリップに出します。っていうふうに言ってますね。で、バッテリーの向きに関しては、ニコンもキヤノンも300枚台だったかな？EOSR が370コマ。Z7 が330コマ。ってことで、まあ、共に300コマ台なんですけどもね、このね、ミラーレスの撮影可能枚数っていうのは僕はあんま信用してないというか、測定条件によって大きく変わるじゃないですか。で、一眼レフの測定基準というのがもちろんあるんです。こういう状態で測定をしなさいっていうふうになってます。なるべく工場出荷の状態で、1枚ずつに、振れ幅を持たせて撮影をしていく。っていうような、まあ、細かいその基準があるんですけども、それがね、ミラーレスにはあまり合ってない基準なんですね。一眼レフで使われた時の基準なんで。なのでね、測定の仕方によっては、すごい変わると思うんですよ。捉え方によってね、その文章の捉え方によって結構変わる印象があるので、あまりこの370とか330っていうのは、そんなに使用してみないとわかんないなっていう気はしてます。なるべく電気を使う状態でとか言われても、ミラーレスの場合もすごいいっぱいあるじゃないですか。Wi-Fi 使ってんのとか、もう今のカメラだったら。その方が電気食うからそっちで測らなとかいうこともあるので、どう測定してるかをね、ちょっと、公表しない限りわかんないんで、何とも言えないですね、そこは。本体はこんなもんかな。で、マウントアダプターが、計4種類。なんでこんな4種類も出すんだろうとも思ってたんですけども、出ます。その中でも気になるのはやっぱフィルターを入れられるやつ。これ面白いですね。これ逆にさ、逆にこの新しい RF マウントでそのシステムって何か入れられないんですかね。というのも、この前その発表前のニュースでも言ったんですけども、標準の2470の F2.0 ゼロのフィルター径、が95ミリ。95ミリのフィルター買おうと思ったらめちゃくちゃ高いじゃないですか。それがこのマウント側でもしフィルターかけれるんだったら、少しちっちゃくなるし、リーズナブルなフィルターがいっぱいできると思うんですけども。なのでね、ぜひ、マウントの方でフィルターっていうのは、これからのスタンダードになったらいいなっていうふうに思いますね。すごくいい発想。いや、キヤノンこの辺ぐらいね、この辺の考え方とか、そのね、CCD の前に電源を蓋するとか、すごいね、面白いと思いました。で、レンズも一緒に何本か発表、4本かな？されてます。まあ、このレンズを見る限りどれも、どれもじゃないな。基本的に、でかい、重い、高い。ね。2870の F2.0 は40万。高い。1.5キロ。重い。すごいですね。この2.0シリーズが売れるかどうかっていうのは僕ちょっとね、興味深い。このサイズ、この価格で、手出す人がどれだけいるのかっていうのは興味深いですね。ただ、この前その話をしてるときに、友達に言われたんですけども、1DX と、
2870の2.8をつけたのと、ほぼ同じ重さ、価格って言われました。まあ、確かに。それはその通り。ただまあそう、両方置き換えるんだったらね、そんなにしんどくないのかもしれません。で、多分一番いいレンズは 35mm の F1.8 マクロ IS。これいいね。これキラーレンズでしょ、多分今回の中で。完全に。重さも 305mm 軽い。本体と合わせても、全然1キロ切る？900g ぐらい？これキラーレンズですね。17センチまでよれて、軽くて 35mm 撮れて。いや、これでバリアングルでこうやってね、自撮りしながら YouTube とかしたら楽しいなぁと思うんですが、4K を撮ったら1.7倍なので 50mm 相当になってしまう。おっさんのアップができてしまうっていうのは。もったいないなぁ。これフル画素読み出しだったら、この 35mm との組み合わせで、バカ売れしたような気がします。まあそこはね、今後に期待っていうところもありますね。ということで昨日、キヤノンの新製品の発表があったんですけれども、まあ総評してみると、ニコンユーザーから見たらやられたなって気は、しますよね、正直。価格帯がやっぱいいもん。20万っていうのがね、ちょっと買おうかなっていう気になる、20万があんまならへんけど。ね、いいです。本当にいいと思います。で、まあ、結構機能的にもね、その電源オフ時のこのシャッターとか、あとはこのジョグダイヤル配置して、このスライドコントロールとか、AFO タッチパネルで操作するとか、レンズ側のコントローリングとか、結構操作性も変わってて、ある意味、このゲームチェンジャーになり得るカメラなのかなっていう気はしてますね。ソニーがやっぱ α7、α シリーズでミラーレス作って、もうカメラのね、ゲームチェンジャーになったように、今回ソニー、ニコン、キヤノンと発表して、この3社出ることによって、やっぱりちょっとミラーレスの新時代が来そうな予感がしてますね。またね、他にも気になるところを、来週の週刊カメラ系ニュースのところでもお話しさせていただこうと思うので、よかったらね、チャンネル登録していったら通知が行きますので、ぜひチャンネル登録と、いいねと。で、スペック上ここ気になるよとか、こんなん見つけましたとかあったら、ぜひコメントで教えていただけると助かります。またニュースの方でもね、そちら取り上げさせていただきたいと思うので、ぜひ、ちょっとコメントとか、気になる点あったら、ぜひ、なんか書いていっていただけると嬉しいです。今回はじゃあ、キヤノンの新製品に対して、ニコンユーザーとして、語らせてもらいました。いや、やばいね。やばい。いいカメラだと思います。ではでは。